さあというわけでミュートーク、3分33秒間おしゃべりさせていただくんですけれども、見ましたよ皆さん、インザアパートメント、インザアパートメント、そして続インザアパートメント読ませていただきました。いやー、エッチだったね、すごくエッチでしたね。いや、なんか女子って結構こういうの読んでるんですよね。すごいなんか女子の下ネタが強い理由がちょっと分かったというかね、すごいエッチでした。まあすごいエッチエッチ言いつつも内容がねいいから、こう僕らも入り込めたりするんだろうなって。男でも読めるし、濃度のね濃いものを見せてもらったっていうね。まあ、ちょっとエッチに引っ張られてて濃いものとか濃度とか言ってますけれども、もうそんな度外視にね、すごい出来事を起きてますからね。それありきでこうちゃんと見れるから、入り込めますよね。うん。ほんとあの、二人の、アサトとマッキーの感じが、思ったんですけど、ドラマの、青木ゆずさんと兼近さんの、再現度めっちゃ高くないですか。高いっすよね。いや、めちゃくちゃなんかドラマ自体が漫画の通りやってるんだなって思いました。いや、そりゃすごいことなるわ。うん、めちゃくちゃ面白い。二人ともお上手ですね。漫画読んだんかな、二人。読んでないとあんな再現できない気がしますけど、結構そのままでしたね。もう二人の声で漫画も再生されましたよ。ほんとあの、沼山ワーズならぬ、インザ・ヌマートメント。インザ・ヌマートメントです。これはもう。ね、あの、しかも続編のね、こっち続の方もね、すごい、いろんな新しいキャラとかも出てきてね、すごい良かったです。これ時系列的にはモアザンワーズを先に、が、先にあれですよね。発行されてるんですよね。いや、気になるなぁ。めちゃくちゃ面白かったです。なんか、新しい扉を開けていただきました。ありがとうございます。なんか、この漫画が実家にあったら、お母ちゃんに見られたらいけないのかなって思っちゃいました。ね、エッチやからね。でも、あの、エッチで片付けれるような内容じゃないんやけどね、本当はね。うん。なんか、アサトと、マッキーのことより深く知れましたよ。原作を読むことによって。だから、続、インザ・アパートメント、ドラマ化希望です。はい。その際は、アサトの専門時代、学生時代の友達、やらせてください。でもイケメンじゃねえからな。イケメンしか出てなかったからな。さあ、というわけで皆さんありがとうございました。